皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、久保建英について少しお話ししたいと思います。というわけでですね、今回は、久保建英、レアル・ソシエダ、このあたりについて話をしていきたいと思います。で、先日のリーガ・エスパニョーラ第19節でですね、レアル・ソシエダはアウェーでレアル・マドリーと対戦しております。早速なんですけれども、この試合の後のですね、現地メディアの評価といったものをですね、ピックアップしながら、まあ、久保とラレアルについてね、話をしていきたいと思います。まずはですね、こちらから見ていきたいと思います。スペイン、マルカですね、大手紙、まあ、最大手のメディアになりますけれども、こちらの評価というものを見ていきましょう。はい、レアル・ソシエダの選手たちをね、主に見ていきたいと思います。で、久保はですね、評価点が2点ということになっています。で評価点、これ最高点が 3点なので、そのうち2点というところで、まあ、9大点の、といったところではないかなと思います。ちなみに、ラレアルの選手で言うと、ゴールキーパーのレミーロ、そしてですね、アンカーのスイエンディ、この辺がね、3点になっています。で、マドリーはですね、カービンガと、まあ、セバジョスが3点が与えられていると、そういったところになっています。続いてですね、スペインのメディア、こちらね、地元メディア、ローカルメディアのものになりますけれども、ノティシアスでギプスコア、こちらをですね、見ていきたいと思います。まあ、非常にね、刺激に満ちた引き分けなんていうね、記事もあったりしますけれども、こちらはですね、アスノータさんの寸評ですね、選手の寸評と、評価、そういったものをですね、ピックアップしていきたいと思います。ちなみにですが、先に言っておくと、この試合の、エルメホール、ベストプレイヤーは、このメディアでは、アリツ・エルストンドになっています。その中で、久保建英はですね、評価点が5点というところになっています。まあ、最高点10点なんですけれども、まあ、この試合で言うとね、結構6点とかでもかなり高い方の評価になっているんで、まあ、上々の評価と言えるんではないでしょうか。そして、コブのね、この寸評のところをですね、チェックしていくと、ファルト・ロンペール、ウナ・ペナ・ポルテ・トゥーボー・プッションネスでセネラル・ペリグロ、シエシンのウノ・デ・ロス・マス・ディフェレンシアレスと書いてあるんですが、ロンペールは壊すって意味なんですけども、壊すっていうことが欠けていた、危険を作り出すオプションを持っていたので、残念ではあった。しかし彼は、違いを作れる選手の一人であり続けていると、そういった評価がなされております。続いてですね、こちら、デスマルケの方を見ていきましょう。こちらもですね、寸評評価載っておりますんで、見ていきたいと思いますが、久保建英はですね、8点ですね。10点満点中8点です。高いです。で、ラレアルの選手と、レミーロとかスベルディアが8点で、なんで最高点タイいいですね。久保建英は。そういうことになっています。寸評行ってみたいと思います。Muy buen partido del japonés というところから始まるんですが、日本人選手の、まあ、日本人の非常にいい試合だった。レアル・ソシエダの攻撃において、最も決定的なチャンスを作り出す源になっていた。非常にスピードがあり、素晴らしいパスを送っていたと、そういったですね、寸評がなされています。まあ、久保はですね、この試合、最初は 4-4-2 でトップ下、中盤台のトップ下に入り、後半になって選手交代があって、トップになって、まあ、また右に、ノーウィングに入ってみたいなところだったんですけども、まあ、非常に、まあ、カウンターの時とか、スピードを持って、ドリブルで、運んでいましたし、まあ、決定的なチャンスも作ってましたしね、久保自身も決定に迎えていましたんで、そのあたりが評価されてのっていうところだと思います。続いてですね、スペイン、アスの方を見ていきたいと思います。でこちらはですね、ちょっと記事とかで言うと、ここチェックしておきたいなと思うんですが、この試合、スペインのラジオ局とかでもですね、いろいろ話されていたんですが、その中でですね、まず、スペインのジャーナリストの方でですね、トーマス・ロンスレという結構名物的な方が、名物おじさんがいたりするんですが、彼が言っているところ、をピックアップすると、あ、ウンタケクボケ、あ、コブラスベルグエンサ、あ、ベンガンサですね、ごめんなさい、っていうところがあって、ちょっと前から訳すと、非常にね、いい試合で、
この試合が 0-0 に終わったということは信じがたい、この試合普通だったら 3-2 ぐらいの試合になっていると思うし、まあ、マドリーが、ね、勝っていただろうとは思う。ただレアルソシエダには、まあ、素晴らしい状態にいるレミーロ、そしてもうリベンジを果たした竹久保、久保建英という存在がいて、試合は引き分けに終わったと思うと、そういったですねコメントを残しています。で、こちらもですね、アルフレッド・レラーニョというね、こちらの方も非常にこう有名なスペインのジャーナリストの方なんですけれども、エキシビジョンで久保ポシチュメンテエルメホルパルティドケアジャエッチョエストスウルテモスパルティドスインテレスロスドセキボスデガナラシアアスタエルフィナルとあるんですが、久保のエキシビジョンだったと、この数試合の中では久保にとっては最高の試合だったんではないかと、試合終了まで、両チームともに勝利への意思というものを見せていたというところになっています、まあ、そういったコメントを、ね残しているんですけれども、まあ、本当にこう久保がいい試合をしたというところが、まあ、スペインの、ねメディアだけではなく、まあ、ジャーナリストの、ね、方々も評価しているところではあると思いますし、そういったね評価があってこのレアルマドリー戦、まあラレアとしてはアウェーで 0-0 だったんでね、非常にいい出来、まあいい結果を持ち帰ったと、こういうそういうふうに言えるんじゃないかなと思います。今回ですね、久保とラレアル、また現地メディアの評価についてね話してきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、先ほども少し触れましたけれども、ラレアルとしては敵地サンティアゴベルナベウで勝ち点1を持ち帰ったというところで、ラレアルの方もですね、まあ、ダビド・シルバとかミケル・ミネとか結構主力の選手が怪我でいない中でのドローというところで非常に大きな勝ち点1だったと思いますし、まあ、逆にねマドリーは、まあ、マドリーの方も結構その怪我人が出てきていたりとか、まあ、コンディションが上がってこない、まあ、あんまり良くない選手がいたりして厳しい中でのっていうところでしたけれども、非常にこうラレアルとのいいゲームをしたというところで、この試合に関してはですね、現地のメディア見ていてもマドリーに関しても非常にいい試合をしたと、これだけの試合をしたんだったら、まあ、そんなに簡単に批判はできないだろうと、この試合こういう試合をしていけばタイトルは取れるだろうと、そういったですね、まあ試合自体のこの両チームに対する高い評価っていうものが伺えたと、そういったところになっています。